島さんですか。田島さん、体の髪の毛は爪にはない。じゃないですか、切っても痛くない。伊藤さん、どういう場所にあるんですか。あ、筋肉、よくご存知ですね。あ、ここに書いてあります、ね、書いてあります。痛みを感じ取る神経の先端がある場所って筋肉なんですけど、あの細かい話すると筋肉、腱、靭帯、膜っていう名前のついてる場所にあります。で、お腹が急に痛くなった、トイレ行ったら下痢だったとか、頭の血管が切れて頭割れるほど痛いとか、冷や汗が出るとか油汗が出るようなあの痛み、あの痛み急性痛っていうんですけど、ね、急性的な痛み、これはね、膜っていうところから電気信号が来ています。で、皆さんは慢性痛でしょ。半月も1ヶ月も1年も痛いっていう状態です。ね、油汗とか冷や汗出ないじゃないですか、痛いというのは。これ慢性痛なんです。で、慢性痛と急性痛の違いなんですけど、慢性痛、あ、急性痛はね、急性痛の電気信号を送るための電線、神経の繊維って決まってるんです。この神経は急性的な痛みしか送りませんってなってます。で、もう一本、慢性的な電気信号を送る神経の繊維があるんです。全く別物なんです。一言で同じ痛いと言ってますけど。で、これ皆さんは急性的関係ないから、急性的の神経の繊維は関係なくして慢性的なところでいいでしょ。慢性的な電気信号を送る、半月も1ヶ月も1年も遅れるのは筋肉しかないので、体の中でもう皆さんは筋肉に何かしらの異常があるから今日ここに来たんです。